どうも、まさがみりゅうほです。まさがみ家に関わる怪しげな話、ネズミもお話ししてますけど、今日のお話はね、車屋さんのお話です。車ね、オイル交換とか修理出すときね、この車ドックに入れたら、下ちょっとね、どれくらい、あれ、何メーターかな、なんかあるじゃないですか、なんか60センチか1メーターかちょっとわかんないですよね。縦長で、コンクリートがくり抜いてて、車が止まってね、下から整備するみたいな、そういう空間があるじゃないですか。そこのお話なんですけども。オイル交換行ったんですよね。オイル交換。で、オイル交換行って、暇なんで待ってたんですよ。ちょっと整備の方を見に行こうと思ってね。ぐるーっと店から出て、そこ下覗いたんですよ。オイル交換してくれてると思って。パッと見たら、すごいね、汚れたつなぎの着てね、白のつなぎがちょっと油汚れて、汚れてますよね、普通に。で、顔も油だらけなんですよ。で、真っ黒にちょっとな、すすみたいな感じになってて、ニコって笑ってね、どうもです、みたいな感じで挨拶して、声は出さないけどニコって笑って、あ、お願いしますね、つって。私の車よろしくお願いしますね、って。ね。それで、また戻って。ちょっと気になってるんですよ。あまりにも顔黒かったから、いや、顔拭いた方がいいんじゃないかと思って、休憩室にあったね、この使い捨てのおしぼりを3つほど持って、そのお兄ちゃんとこ持っていこうと思って。車のとこ持って行って、そのドックの下覗いたら、いないんですよ。渡そうと思ったんで。あれ?さっきの、あ、いないよと思って、そのオイルだらけのお兄さんがさ、あれどうしたんだろうと思って。で、しばらくしてね、終わって、終わりましたよって呼ばれて、車行って、あ、こんだけですみたいな、オイルみたいなやつ。まっぴらね、こんな感じだ。ありがとうございましたーつって。ほんで、あたり見回したんですよ。今度はゆっくりね、あのお兄さんどこいるんだろうと思って。で、気づいたんですよ。そこの車屋さん、全員、青のつなぎを着てるんです。白いつなぎを着た人なんか一人もいなかった。で、聞いたんですよ、私。すいませんって。ここの、整備コーナーに、白い、つなぎの方いますって聞いたんですよね。いや、いないよ。いないよって。で、その人いないよ。そうなんだ。俺なんか目の錯覚なのかなと思ってね。あ、そうですか。私の気のせいかなと思って。でも、やったらリアルだったんで、覗き込んだ時に、下にね。あ、これは何だろうと思ってて。それで帰りしなね。もうもうそのまま車でバーっとね、帰ったんですけども。あの白いつなぎのお兄さんって誰だったんでしょうね。まさがみりゅうほでした。